チン大統領に三重苦、ルーブル暴落、人材流出、兵器不足、北朝鮮にも頼らざるを得ず、北方領土から消えた兵器、ウクライナとの戦争が長期化しているロシアだが、国内にも地雷が埋まっている。通貨ルーブルが対ドルで下落基調が続き、ウクライナ戦線への動員の影響で労働力不足も深刻だという。一方でウクライナの前線で兵器も不足しているとみられ、北朝鮮を頼らざるを得なくなるなど、プーチン大統領は三重苦に陥っている。ルーブルは8月中旬、ウクライナ侵略開始直後の昨年3月以来となる1ドル100ルーブル台の安値水準をつけた。ロシア中央銀行の利上げでやや買い戻されたが、ここに来て再び98ルーブル台まで下落しており、資金流出リスクを抱える。新興国経済に詳しい第一生命経済研究所の西浜徹首席エコノミストは、ロシア経済は欧米の制裁をかいくぐる迂回貿易で難を逃れており、急回復もしなければ急失速することもない状態が続くだろう。ただ背後にいる中国の事実上の属国状態になることは避けられない。一方、国内の振興推進派からは軍事費調達のため財政拡大を求める声がある一方、国民生活のためには物価安定のための利上げも必要という板挟みで、プーチン氏も政策運営面での圧力は避けられないかもしれないと語る。中央銀行の企業調査では、人材不足が過去25年で最悪の状態だという。ロシア紙 RBK によると、人手不足はあらゆる業種に及び、首都モスクワと第二の都市サンクトペテルブルクの失業率はゼロに近いという。昨週の30万人規模の部分動員や、70万から80万人と推定される動員忌避者の出国が主な原因のため、今後の経済回復に足かせになる懸念がある。筑波大学の中村逸郎名誉教授は、ウクライナの反攻を受け、兵員や兵器製造の工場労働者も必要になる中、人手不足は深刻だ。ロシアの将来を悲観する若者の出国もあると考えられる。1ドル100ルーブルはロシア人にとって精神的にギリギリのラインとも言われ、今後の国外脱出にも拍車をかけかねないと見る。プーチン大統領は北朝鮮の金正恩総書記と首脳会談を開くとみられるが、武器や弾薬不足が大きな要因とみられる。そしてロシア軍が2020年に北方領土の択捉、国後両島に配備していた複数の地対空ミサイル S-300V4 が島外に搬出された。東京大学の小泉悠専任講師が衛星画像をもとに分析した。ウクライナの攻撃に備えるためロシア本土に再配備したとみられる。サハリンの軍施設で保管されていた旧型戦車や大砲も昨年秋から相次いで姿を消した。小泉氏は、ロシア軍は極東の兵器を引き抜いている、戦車や大砲がウクライナの前線に送られているのは間違いないと指摘した。ウクライナの 90%、 ロシア占領地をすべて奪還できる。 63%、 交渉できない。ウクライナ市民のうち圧倒的な 90% はロシア占領地をすべて再奪還できると確信している。ロシア占領地を再奪還できないと考える市民は 6% に過ぎなかった。またウクライナ市民の 63% はロシアとの交渉を拒否した。交渉に賛成した市民は 30% だった。ドイツのビルト・アム・ゾンタックは10日現地時間、ウクライナ世論調査機関民主計画財団に依頼し、ロシア占領地ではなくウクライナ領土に住むウクライナ市民1025人を対象にアンケート調査結果をこのように報じた。ウクライナ市民の 83% は
今年のウクライナ軍の大反撃が十分な成果を得られなければ、来年も大反撃を続けなければならないと答えた。ロシアとの交渉の可能性については、ウクライナ市民の 63% は拒否するという立場を明らかにしたが、30% はロシアとの直接交渉を支持すると答えた。北大西洋条約機構 NATO の周辺国であるウクライナが NATO の同盟国になる代わりに領土の一部を放棄する方針に対してはウクライナ市民の 86% が反対の立場を示した。ワグネルのアフリカ事業、ロシア軍傘下にする狙いか。プーチン氏がマリ軍事政権と電話会談。ロシアのプーチン大統領は10日、ロシア民間軍事会社ワグネルのアフリカでの活動拠点マリの軍事政権、アシミ・ゴイタ暫定大統領と電話会談した。プーチン氏はワグネルのアフリカ事業をロシア軍傘下の民間軍事会社に継承させる狙いとみられる。マリでは昨年8月にフランス軍が撤退後、イスラム過激派によるテロが悪化しており、9月7日には民間人49人を含む64人が死亡した。ロシア大統領府の発表によると、両者はテロ対応や経済、人道面での協力強化について話し合った。ゴイタ氏は、ロシアが8月30日の国連安保理でマリに対する制裁継続の決議案に拒否権を行使したことに謝意を述べた。8月31日には、ロシア国防次官らがマリともう一つのワグネルの活動拠点、中央アフリカを訪問したと報じられた。マリ軍事政権が期待するテロ対策で協力し、ロシア軍によるワグネルの事業継承を急ぐ狙いとみられる。マリ軍事政権は、米欧のイスラム過激派掃討作戦が成果に乏しいことに不満を抱き、ワグネルに期待した。マリからは昨年、フランス軍部隊約2400人が撤退し、国連平和維持活動 PKO 約1万5000人の部隊も年内に撤退する。ウクライナの反攻作戦、冬の到来まで残り6週間、米軍トップが警告。ウクライナ軍が展開するロシアへの反転攻勢について、米軍制服組トップのミリー統合参謀本部議長は10日、戦闘の妨げとなる冬の到来までに残された期間は約6週間だと指摘した。ミリー氏は ABBC 放送とのインタビューで、あと約30から45日で気象条件は悪化し、泥と雨が戦場での機動性に影響を及ぼすようになると述べた。ミリー氏は同時に反攻作戦の成果を評価するバイデン米政権の立場に沿って、作戦は6月初めの開始以降着実な進展を遂げてきたと主張。ウクライナはまだ戦いを終えていない、終わり方を語るのは時期尚早だと強調した。ウクライナ軍の反攻作戦は現在一部でわずかな前進が報告されるにとどまっている。ゼレンスキーウクライナ大統領は先週、進展の遅さについて質問を受け、ウクライナ軍は今も主導権を握っていると述べ、90分で終わる映画と同じだとは考えないでほしいと訴えた。続いてウクライナ国防省のブダノフ情報総局長も、反攻作戦の進展が予想より遅いことを認めた上で、作戦は冬になっても続くと言明した。ウクライナの首都キーウで先日開かれたフォーラムでは、米国のペトレイアス退役陸軍大将も同様に、ウクライナ軍による今回の作戦が冬を通して続くとの見通しを示した。